私が感謝するパートナーはもちろん、長男へ。あなたが生まれて可愛いだけの頃を過ぎ、今ではすっかり私を支えてくれる存在となりました。いつもありがとう。あなたが感謝したいパートナーは誰ですか？4月14日はパートナーデーです。今日の探せテレビはパートナーデー25周年の話題です。ご存知ですか？4月14日パートナーデーは佐賀発なんですよ。2月14日はバレンタインデー、3月14日はホワイトデー、そして4月14日はパートナーデー。性別や年齢に関わらず、家庭、職場、学校、地域でお世話になっている人に感謝の気持ちを伝える日です。佐賀市から始まったパートナーデー、25周年を記念してカードも一新。4種類のオリジナルメッセージカードは、多様性を尊重する社会を目指して、障害のあるアーティストの作品を起用しました。温かみのあるデザインですね。これらのメッセージカードは佐賀市役所をはじめこちらの場所に設置しています。ポスターやのぼり旗が目印です。街頭での配布も予定。4月12日は佐賀市役所本庁舎にて、4月14日は佐賀玉山へで配布します。カードをゲットした後はこちらの限定商品もメッセージに添えたいですね。パートナーデーに合わせて様々な取り組みを行っています。感謝の気持ちと一緒におすすめです。佐賀発25周年、4月14日はパートナーデー。お世話になっている人に感謝の気持ちを。